あの、少し通習事件と離れてしまうかもしれないんですけれども、この通習事件前後、これ前と書いてありますが、前後ですね、国際情勢を少し見ていきたいと思っております。で、これまず、この国際情勢というのもね、非常に当時、込み入ったものなんですけれども、最初に申し上げましょう。えー、ここにはちょっと入れてないのですが、煩雑すぎるのでね、まず1936年に起きたこと。まず1936年においては、 ソビエトにおいて、ブハーリン、ソ連共産党ボルシェビキの中ではですね、非常にどちらかというと解明的な指導者だったと思うんですけれども、このブハーリンがスターリンによって反革命派として粛清されます。ソ連のこのスターリンの政権時代の大粛清は、1934年ぐらいから始まっているんですが、もうこの時期にはもうとうとうピークになっていて、この1936年には、 スターリン憲法という、まあ、完璧にこの独裁体制を、と、ソ連の全体主義体制が成立する憲法が成立しています。そして、国内においてこうやってほぼ敵がなくなったスターリンは、今回、これ以降、コミンテルンを通じて、各国共産党に対して、徹底的なですね、あの、工作活動を行っていきます。ここでコミンテルンが出したのは、人民戦線方式というんです。今の日本でいうと、野党連合みたいなものですかね。 人民選制方式、それまで共産党は、いわゆる社会党、社会民主党、まあ、自分たちと違った共産主義とは違う、ややリベラルな社会主義勢力を、基本的にあれはブルジュアを利する存在だと、革命を遠ざけてしまうとして、むしろ否定的な批判をしていましたが、この1936年頃からスターリンは、彼らといわゆる社会主義者、社会民主主義者、これリベラルと共産主義者は連帯しろと。 合同して政権を取れというふうに方針を変えます。これによってですね、結果的にフランス、また、あとスペイン、1935年がフランス、36年にスペインで、人民戦線政府という形で、共産党を含む社会党を中心のリベラル派、また保守内のリベラル派まで含めた広い意味での連合政権が誕生します。これはですね、反ファシズムという、この、 スローガンのもとに成立したものなんですね。この一つが、まあ、そのフランスの人民戦線政府。もう一つが、1936年にできたスペインの人民戦線政府です。ところが、このスペインの人民戦線政府は、その後すぐに、フランコ将軍によるクーデターが起きて、内戦に至ります。まあ、すると今度はスターリンは、まあ、自分たちの、スペインへの義勇兵という形で、共産党系の義勇軍を送り込むんですけれども、 今度はその実際に送り込んだ義勇軍の中でスペインの共産党はスターリンには逆らう、まあ、共産党よりもっと左のグループに対して徹底的な粛清と打ち毛場を加えていって結局そのスペインの人民政府は倒れてしまうんですよね、まあ、要するにこの時期からもうスターリンは前からそうでしたけどなりふり構わない形で各国の共産党左翼に対しての干渉を行っていきますそしてですね この時期に起きたのがこの1936年11月の西安事件。これまで、蒋介石の国民党は原則的に共産党とは戦うという方針を出していました。先に内を休んじ、後に外を払うということを蒋介石は言っていまして、まず国内の共産主義勢力を叩かないとダメだと。そうでないと、結局彼らはまあソ連とも通じているし、 本当の意味で中国国内の団結ができない。日本と戦うこともできない。まず国内の共産主義勢力を倒さねばダメだ。ということで、紹介席はそのような方針を持っておりました。これを変えさせたのが、この西安事件です。当時の張学良というですね、まあ、軍閥軍閥と言っていいかな。まあ、その彼がですね、張学良に対して、当時共産党と戦っていたはずの張学良が、 長学寮からの電報で落葉に飛びます。そして状況分析を受けて現地の視察をする予定のところだったのが、そのまま監禁状態に置かれてしまうんですね。そして長学寮が出してきたのがこの要求です。南京政府を改組し、多党派も入れて旧国に当たる。内戦の停止、愛国指導者の釈放、政治犯の退社、集会の自由の保障、 民衆愛国運動の自由。これ、言葉はみんなきれいに聞こえますけど、これは簡単に言ってしまえば共産党の活動を全部許せということです。これに対して最初は蒋介石は飲めないと言ったんですけれどもで、実は南京政府はですね、場合によっては聴覚量を爆撃してでも、仮にそれで蒋介石が戦死してしまっても、拒絶しようという説まで出たようです。しかし、結果的には蒋介石はこれを自律上受け入れ、 1937年の翌年の2月にはですね、国民党のまあ大会に対して共産党が次の要求を提出します。中国共産党から。南京政府に対する武装暴動の全面の停止。共産党支配下のソビエト政府、当時ソビエト政府って言ったんですね、共産党は自分たちの占領しているところをね、を中華民国特別政府と解消する。 共産党軍を国民革命軍と解明する。簡単に言ってしまうと、これは国境合作ですね。国民党と共産党とが一体になる。これによって国民党は逆に非常に巧みな共産党の工作活動に様々な形で乗っ取られていくようになります。やっぱりね、スターリン直伝の筋金入れの工作員がいるのと、 大変言いにくいんですが、かなり堕落した軍閥も含めた国民党では、工作活動になるとね、勝負にならないんですよね。工作活動においての勝ち負けは数ではありません。どれだけ訓練された人がいるかです。紹介石はこれを実は結局、まあ、事実上受け入れてしまいます。結局、まあ、小介石としては共産党という名前もなくなる、ソビエトという名前もなくなる。そして、 階級闘争とかそういうこともやめようと。そのために連携するんならと言って受け入れてしまいますが、結果として共産党は自由な活動ができるようになります。国民党の中での繰り返しますが、自由な工作活動ができるようになります。これ以降、まあこれ以降だけだと断言するのはちょっと危険なところもあるんですが、原則的にこの後、国民党は日本との和平活動がほとんどできなくなります。そして、この 国境合作を強化したのが37年7月の六皇橋事件です。